ナムダシ返上混合、ナムダシ返上混合、ナムダシ返上混合。気を取り直して、菩提心論、先ほどの続きを読んでいきます。ちょっと霧のいいところまで戻りましょう。定本は、竹馬書房、弘法大師空海全集8巻ぐらいかな。福田良生先生訳中、栂尾正文先生の現代語訳と小田実修先生の講説、それから中川善教先生の漢和対照菩提心論、こちらを参照にしてまいります。それでは第一章の第三節。ただし真言法の中にのみ即身成仏するがゆえに、これ三魔事の法を説く。諸教の中において決して諸せず、一つには行願、二つには正義、三つには三魔事なり。ここですね。なんか先ほどのキャスをちょっとだけ聞き直したらすごい雑音が入っていて、テキストをわっしゃわっしゃめくっている音がうるさかったですね。少し気をつけます。現代語訳、ただ真言の教えによってのみ、この身そのまま仏となることができるのであるから、密教独自の優れた瞑想法、すなわち三魔事を説くのであり、他の諸々の教えの中には欠けていて説くことはない。いいか、一つには人々を救うための優れた行為と願い、二つには優れた教えの意義、三つには優れた瞑想の境地という順序によって悟りを求める心の深い、世界を解説して行こう。はい、ではここですね。栂尾先生、ただしこの絶えなる誠の教えの中においてのみ、秘密真言、絶えなる誠ですね、秘密真言の教えにおいてのみ、肉身に即して仏になることができるのである。そこでこの即身成仏にふさわしい、真言独特の心まとめ、すなわち三魔事の法を説くのである。もろもろの他の教えの中にはこれを書いて書き記していないのである。今この真言独自の三魔事法をはじめ、菩提心のありさまを明かすにあたり、説明の便宜上、一つには行願、二つには正義、三つには三魔事の順序によりてこれを解説することにする。小田実修先生、ここですね。ただ真言法中等の文は、三十菩提心の中の三魔事心は余興にはこれを知らず、ただ真言法の中にのみ即身成仏の義を説き、三魔事法を明かすということを述べている。この文は高祖弁慶密日教論上、これもまあいずれ読みますが、これに引用して、是説三魔事法とは、自称発心諸説の秘密真言三魔事門これなり、いわゆる金剛杖十万寿の経等これなりという。菩提心と三十条界の関係ですね。三十条界というのは大乗の戒律で、よいしょ。3つのものを集めた清らかな会とこういうふうに書きますが、まあ、菩提心でいうと行願、正義、三魔事、この3つがあると。で、行願菩提心というのは利他、相手に、まあ、利益を与える。なので三十条会でいうと尿薬右条会、これにあたると。次に、正義菩提心、優れた意味の菩提心と書きますが、これは車列特賞、まあ列を捨てて優れたもの、賞を得ると、これにあたるので、三十条会でいうと賞律儀会、
小律議会すべての律・戒律を集めると。次に三次菩提心の三魔事菩提心、これは五層三密万行にあたるので、三十条会でいうと小前方会、これにあたる。ここがまあ前提となっていますが、さて続き、一者行願ないし三魔事の分は三次菩提心の名を挙げて、後生との後の生との結びつきを示している。三次菩提心の要旨は先に述べたから、ここには省略をするが、列名の順序について説明を加えておく。順番ですね。正義行願三魔事なんだけど、ここですね、今の列名と下の尺は行願、正義、三魔事と次第し、紙には正義行願三魔事を書いとすっと解いて、順番違うじゃないかってことですね。正義が初めに挙げていると、行願正義三魔事の次第については、三魔や解除の意は、真言行者はまず信心を起こし、次に北海無縁の衆生のために大悲心を起こし、次に諸法の優劣を選ぶ正義心を起こし、次に最上の大菩提心三魔事を起こす義と見える。あるいは三次菩提心を三魔や仏戒とするから、三魔や、すなわちサンスクリットだとサマや梵字で3文字なんですけれども、この3文字が順に行願、正義、三魔事の三心、三つの心の次第であり、また右空中道、右空中道の三体の演技であるから、これらの義によって行願、正義、三魔事と次第するのである。次に、正義、行願、三魔事と次第をすることは、一説には正義心を起こして法の優劣を選び、九種重心の列法を捨てて秘密仏上に絵師すべきゆえに正義心をはじめとし、次に二理の行を主するがゆえに行願三魔事の二心を起こす。しかも菩薩の用心は利他を元とするがゆえに、はじめに行願を明かして後に三魔事を明かすという、先ほどの話でいうと、行願菩提心が三十条会の尿薬条会利他にあたると、だから最初に菩薩としてはこれを明かすんだと、こういうわけですね。順番適当に並べてるんじゃないんだっていうことなんでしょうかね。さてもう少々続き、戒は火を防ぎ、悪いところをですね防いで、悪を止める、やめる、悪を止めるを本意とするから、将棋の車列特徴、劣ったものを捨てて優れたものを売るという、これをですねはじめとするという意味である。また一説には、三十の菩提心は同時具足の方であるから、前後次第があるのではないが、一時に重ねて解くわけにゆかぬから、しばらく次第を設けるのである。したがって前後次第は 不定で、不定で定まっていないであるという。この説は一定の次第にこだわらない。以上3説の中には第3の説が的中しているかもしれぬ。有戒抄第3に三次菩提心を忍法湯に訳して説く。忍法湯、その中第1の忍、人についての尺に総分の分かち、総じては真の真珠の諸尊がいずれも三次菩提心を愚する。もし別々に拝借をすれば、これに十々の尺がある。1、行願正義三魔事を順に観音、文殊、金剛薩多の内緒、悟りですね、とし、この三徳を合して大日不問の具体とする。平成天皇勘定門にこの意を明かしている。2、三魔や、梵字でいうと三魔や三文字なんですが、この三文字を仏法僧の三宝とする意によって、金剛薩多、観音、虚空蔵の三菩薩に配する。三次菩提心を三部とし、行願は蓮華部観音、正義は金剛部金刹、三魔事は仏部大日とする。
括弧4、行願心の中の利益行は、大事、弥勒、安楽行は大悲観音、正義心は、文殊、三魔自身は普賢とする。なるほどね。これは大蔵曼荼羅中大の、四行、四つの行の行いの菩薩の内証、悟りに配する儀である。以上の四節の外に、他に、あるいは正義行願を両部に配し、あるいは大日の大乗知恵、知悲、大きいという字に定まるという字に、知恵の知で、悲は悲しいですね。大乗知悲の、三徳とし、あるいは法法王の三人、まあ、仏心の三人ですね。あるいは自称、自由、変化、通るの指針に配する等の説もある。次に法について拝借をすれば、大乗知悲の三徳、仏蓮根の三部、慈悲喜捨の四無量心、親族中道の、三体、真、誠という字に俗は、世俗の俗ですね。あとは中道は真ん中の道、この三体、三つの真理、それから三十条戒、先ほど言った三十条戒ですね、大乗の菩薩の戒ですが、尿薬右乗戒、すべての右乗を利益する、それから小律儀戒、すべての戒律を守る、それから集めるですか。次に小前方戒、すべての良き法を教えを集める、この3つですね。これが三十条戒、3つの清らかな戒、それから真語彙の三密、両部不二等主事の拝借を見ることができる。また三十菩提心を陰魂苦境の三句に配すれば、正義は菩提心異陰、菩提心を陰となすですね。行願は大悲を根となす、三魔事は方便を苦境となすに配することができる。あるいは三十菩提心おのおの三句に通ずと見ることもできる。次に湯、比喩につけば、神の妙観、財宝、善悪の比喩、並びに三魔や解除の誘客等の湯など、諸教論の中に多くの比喩を説く。以上で小集文第2が終わります。あ、意外と早く終わりましたね。30分丸々かかるかと思ったんですけど、ちょっと、音切りますね。さて、もう少し読んでいきましょうか。ちょっと喉がやられてきましたね。今は、昨日紅茶の専門店に行ったんですけれども、そこでお土産にちょっと分けていただいた紅茶を飲んでいますが、フルーティーで非常に香りがいいですね。でもやはりプロが入れると美味しいですね。ああいうふうにはとてもできません。今ちょうどいいところまで来ましたから、ここを読み上げた方がいいかな、一回。もうちょっと頑張って読みますか、先進みますか。はじめに行願とは、いわく主従の人、常に核のごとくの心を抱くべし、我まさに無余の右乗戒を利益し安楽すべしと、十方の眼色を見ることを直し古心のごとし。現代語訳、はじめに人々を救う優れた行為と願いとは、すなわち菩提を求める心を起こすことを治め習う人は、常に次のような心を抱くべきである。私はまさに、すべての迷いの世界にある人々を利益し安楽にするための努力をすると。
十方の世界の人々をさながら自分自身と同じように見ると、素敵ですね。じゃあここまでを戸賀能先生で読んでみます。第2章大悲の行願。第1節行願心の創設。はじめに行願行い願うというのは、誓って我すべての世の人を救い渡さんとの渡すという、まあドスと言いますが、渡す向こう岸悟りの世界に渡すとの誓いを実行する心である。いわく真言の務めを主従せんとする者は、常に次のごとき心を抱かねばならぬ。すなわち我まさに余すところなき一切の人の世のあらゆるものをことごとく利益し安楽ならしむべしと、かくて十方に至るところに存在する一切の生き物を見ること、なおし自己自身のごとくせねばならぬのである。まあさらっと言ってますが、こんなことちょっとやそっとではできませんね。ですね、それでは、小田次秀先生、この章は行願菩提心を説く。すでに述べたように、広くは自利利他に通じ、行行い、これは六度の師匠の行、六度六波羅蜜ですね、師匠、っていうのも、まあ後でゆっくり出てくると思います。次に願は願う、これは五大願、四乗無変性願、六地無変性願、十方門無変性願、六如来無変性願、五大無常性願書、五大願のであるが、今は正義心に対しての桁大悲の心を明かすのであるから、行は利他安楽の桁行、願は五大願の中の四乗無変性願度の願について説いている。啓太の行願は仏菩薩の尽きることのなき人工な深い広い行願であり、真言行者は必ずこの行願を主すべきことを述べている。真言行者は常に三世十方の一切有情をことごとく個心と我が身と同体であると感じて、利益安楽の心を起こすべきである。煩悩経には一切の男子は我が父、一切の女子はこれ我が母なりと説き、心事環境にはあるいは父母となり、男女となりて生成、少女をせせに互いに恩ありと述べているごとく、十方三世の一切有情は互いに父母妻子兄弟眷属となり、相互に恩を受け密接な関係を持っている。しかるにこれらの多くの有情は生死界に流転をして無量の苦悩を受けているから、この哀れむべき衆生を救済しようとする心を起こす。また一切有情は同根一体であり、有情の苦観は直ちに我が苦観であり、一切有情の安楽は我が安楽である。凡夫はこの理を知らず、自他を隔て生涯を立てるから生死に流転をする。故にこの理を知り、一切有情を必ず再度しようとする大悲願を起こす、大誓願ですね、大きな誓いの願いを起こすと、このような修行救済の心を菩薩の同体大悲、同じ体の大きな、憐れみといい行願心という。論に、主従の任、常に核のごとくの心を抱くべし、我まさに無用の有情界を利益し安楽すべし、十方の願式を見ること、なおし個心のごとしと説くはこの意である。というところで一旦切りますかね。ちょっとお待ちになってください。